終わった。よし、ちょっと休憩しようかな。大変だ。こんばんは。この時期が来ました。私は去年からデビューしたんですけど、年に一度やってくるこの時期、医療費控除の時期が来ました。今年やるかやらないかちょっと迷ったんですけど、去年初めて自分でやってみて、なんとかできて、お金もそんなたくさん戻ってくるわけではないんですけど、戻ってきたりとかしてたので、今年もやろうと思って。1年前動画上げた時も同じようなことしてたと思うんですけど、明細書、領収書を日付ごとで病院からもらったのを分けたりとかしていました。去年と違うのは、現在鍼灸も通っていて、鍼灸の方も医療費控除対象になるみたいなので、鍼灸の領収書毎回もらってるんですけど、それも確認してたりとかして、今仕分けが終わってちょっと休憩しようかなっていうところです。最初からきちんと明細書を日付順で去年やろうっていうふうに思ったんですけど、やっぱりね、なかなか病院から帰ってきた後疲れちゃって、明細を入れる場所っていうところは決めてて、そこに病院終わった後とか入れたりとかしてるんですけど、ちょっと日付がぐちゃぐちゃになってたりとか、適当に入れたりとかしてる時もあるので、本当に最初からちゃんときちんとやってればいいんですけど、なんかもうガサツなので できないところもあるんですけど、ちゃんと分け終わって後で申請を携帯でしようかなって思っているところです。明細書とか見返してて、病院の書類とかもあって、その中に以前凍結できた卵の写真とか捨てられないで撮ってあるんですけど、それを見て、ちょっとジーンと来ていました。医療費控除ちょっとめんどくさいんですけど、でも1年こんなに治療頑張ったんだなとか、病院の処理とかその時に一緒に整理したりとかもするんですけど、こんなこともあったななんて思いながら振り返る時間でもあるなと思ってやっています。それで最近のことも少しお話ししようかなって思うんですけど、今4回目の移植に向けてのお休み期間ということで、次生理が来たら移植に入ろうっていうふうに思っています。で、昨日か一昨日ぐらいに携帯のアプリの方で、生理の日とか管理してるんですけど、そこで、1週間後にもうすぐで生理が来ますよみたいな通知が来ていました。だから多分来週ぐらいには来るのかななんて思いながら、いよいよ始まるのかななんて、嬉しい気持ちと、どうなるのかなっていう、不安というか、ちょっと怖い気持ちな感じです。でも移植自体はもう半年以上ぶりなので、すごいここまで来れたのが嬉しいなっていうか、ちゃんと移植周期に入れるか分かんないんですけど、でもここまで来れてよかったなみたいな気持ちもあります。最近の生理周期なんですけど、以前連続採卵とかしてた時は生理周期が乱れがちで、私大体28日周期で来るんですけど、その連続採卵とかで自己注射をたくさん打ってる時とか、そういう時は24とか25ぐらいで生理が来てて、早いなーって思ったり、で、その FSH っていう卵巣の機能状態を調べる数値もすごい高くなってて、すごい卵巣が疲れてた時があって、最近は検査周期と、検査の報告の周期で、今お休み周期っていう感じで、ゆったり過ごしてて、検査周期
くらいからはもうすごいなんか整ってきてて、28、29ぐらいになんかちゃんと元通りになってきてて、すごいなんか良かったなって思っています。それだけ災難ってやっぱり大変だったんだなって、体からすごく思いました。最近はお休み周期ですごくゆっくりできているので、体とか心とかも安定しているというか、いい時間が過ごせてるなって思っています。生理が来たら病院に行くんですけど、病院始まると特に移植周期となると、また採卵周期と違っていろいろ考えてしまったり不安になったりとかすることも多いのかなって思うんですけど、9回目の採卵の時も同じようにもう体の流れとか周りの流れとかに身を任せて穏やかにいけたらいいなって思っています。実際はどうなるかわからないですけど、まあ、とりあえずちゃんと生理が来て移植周期に入ったらまたご報告できたらいいなって思います。最近の状況はそんな感じです。ではちょっとゆっくりしたら医療費控除をしようかなと思います。不妊治療されてる方結構してる方多いのかななんて思うんですけど、インスタで医療費控除をしますか、しないですか、迷ってますかみたいな質問をさせていただいたんですけど、結構するよっていう方が多くて、皆さんもちゃんとされてるんだなって思ったら、私もよしやるぞっていう気で頑張ろうと思います。よし、ではまた病院に行きましたらご報告したいと思いますので、よろしくお願いします。最近また寒波が来ているので、体に気をつけてお過ごしください。では、さようなら。